バスジャパンは埼玉県越谷市船戸360-4に所在する出版社 BJ エディターズが1992年まで発行していたバス専門書籍。1993年よりハンドブック形式の書籍としてバス事業者ごとに歴史や原油車両などをまとめたバスジャパンハンドブックシリーズの観光を開始し、現在に至るまで観光が継続されている。 1986年4月、バスジャパン観光会として発足し、期間の雑誌形式でバスジャパンを創刊。1990年4月、編集プロダクションとしての活動を正式に開始する際に BJ エディターズと社名変更。1989年4月発行の12号までは、期間雑誌として続いたものの、発行部数が伸び悩んだこともあり。 翌1990年からは年間誌に移行したが、1992年発行の15号で終了。雑誌形式ではあったものの、発行形態は雑誌コードで管理される雑誌ではなく、ISBN が付与された書籍扱いのままであった。1993年7月よりハンドブック形式の書籍としてバス事業者ごとに、 歴史や原油車両などをまとめたバスジャパンハンドブックシリーズの観光を開始。1997年8月より車両写真のカラーページを追加するなど構成変更の上、署名をバスジャパンニューハンドブックシリーズと変更。2004年1月より再度氏名をリニューアルし、署名をバスジャパンハンドブックシリーズ R と変更。 バスジャパンハンドブックシリーズ R80 関東バスまでを刊行。2013年1月より署名をバスジャパンハンドブックシリーズ S と再変更。バスジャパンハンドブックシリーズ S71 西鉄バスを刊行。その後も現在に至るまで刊行継続されている。期間年間雑誌のバスジャパンは発行部数から見れば成功とは言えなかったが、 その後もハンドブックシリーズの観光を地道に続け、バスに対する真摯な紙面づくりの姿勢は、読者のみならず、バス事業者からも高い評価を得ていた。その実績から、2006年には一般向けの車種の編集発行を受注することとなり、川中島バス、川中島バス80年史、全港寺平を駆け抜けて、山梨交通、山梨交通60年史。 甲府盆地の暮らしと共にの2冊が BJ エディターズより刊行されている。また2007年にクラッセより刊行された西部バス社市、地域と共に西部バス60年の歩みの編集協力も手掛けている。自社からの書籍刊行のほか、編集プロダクションとして、クラッセ、講談社、交通新聞社、洋泉社、人文社、PHP、JKB、 マイナビ出版など、多数の出版社から刊行された、バス、鉄道、交通関連書籍の執筆及び編集、編集協力も行っている。バス形式写真の例、神奈川中央交通委25三菱不送、エアロスタシ CMP717M1998 年式、車両アルバムは、バスの様々な形態を紹介するというコンセプトで、 バス車両の写真が掲載されている。1997年までは1台のバスにつき2枚の写真が掲載されており、バス形式写真として前後と左右側面が見える角度で撮影し、車両の全体像がわかるようになっていた。1997年のニューハンドブックシリーズからは1台の車両につき、左前方からの写真1枚のみに変更されたものの、 車両図鑑というスタイルへのこだわりが感じられる。歴史記事については、交通ジャーナリストの鈴木文彦により、文章でまとめられており、事業者の歩みもわかるようになっている。飛行編については、2005年まで20年近く、レールウェイライターの谷村直樹がコーナーを担当してきたが、2006年より、クラッセブックス編集長の富田康弘が取材と、執筆を担当していた。 また2013年からは、劇団シアターキューブリック所属の谷口玲子が取材と執筆を担当している。1989年の年間化に伴い、期間時代にあった読者投稿欄が廃止されるため、その受け皿として、会員制の趣味団体としたものであるが、期間時代ほどの盛り上がりはなく、結局2年ほどで解散となった。しかし、 バス関連書籍の発売元が企画した、趣味団体という点ではあまり例のないものであり、特筆される。ありがとうございます。